マパエンゲ。ハロー、皆さんこんにちは。コマパエンゲナビゲーターコビです。そしてこちらはハッピーハロウィンで浮かれているクマパウジです。ちょっと私今日疲れてクマとかね出ちゃってて、ハロウィンメイクをしたから、ここが何ちょうどいい。違います、これはそんなつもりはないんですけど、ちょっと疲れちゃったのかな。まあそれは置いといて、今日の動画はですね、ハオルチア、ハオルチアの中でも皆さんの大好きな、あ、好きじゃないのかな、とても人気があって、お問い合わせも多いね、お仏さんについて、育て方と株分けについて、前編後編、ちょっと長くなってっていうか、なんかおしゃべりしたい気分なので、ちょっと長くなってしまいそうなので、前編後編に分けてね、動画をお話しさせていただこうと思っています。で、何お菓子が欲しいの？この小株を分けてクマパンにあげるから、それいい？分かった。では、まずはじめに育て、前編はね、育て方からになります。じゃーん、ここに並んでいるのはハオルチアのお仏さんがいます。クマパンもね大好きで、もう大興奮して止まりません。ねえねえ、本当にクマパンってさ、お仏さん好きだよね。立体的で丸い半透明な葉っぱが魅力的でね、クマパンがね興奮するのもね分かります。皆さんもお好きですよね。で、こちらね、こちら大きいの、これドドソンになります。ちょっとね紫がかっていい感じで、こちらは普通のねお仏さで、これはこちらね、後でね株分け、この辺の株を使ってやってみようかなと後編はね思っています。ところでクマパンわかる？ハオルチアにとって一番苦手なのはいつだか知ってる？そうです、皆さんもお分かりですよね。夏の暑さなんですが、このハオルチアたちはその暑い夏をね乗り越えたばかりなので、ちょっとね少しツヤ、大切なねツヤも落ちてしまっているものもあります。疲れちゃったのかな。でも暑さにも耐えて無事にね今年も夏越し成功しました。これから秋になってもっとねぐん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 つや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 、つややかによくなってね、さらにプリプリとね膨らんできます。もう楽しみでたまらないよね、クマパン。今日はね、先ほどもお話しした通りにね、その近くで見たいの、どうぞ。はじめはね、ハオルチアアブツーサの育て方、もう基本すぎるってお思いの方いらっしゃいますよね。でもね、結構ねアブツーサ育てて、て基本はどんな感じですかっていうご質問をこの間もね先日もいただいたのでね、今日はねその辺をお話ししたいと思います。基準は東京、ここは東京にあるクマパン園芸の育て方になります。まずね季節別に説明させていただきます。春、成長期になります。クマパン園芸では直射日光が当たらないね、明るい軒下でね、育てています。日陰がない場合は、50% 程度のね、遮光ネットの下で育てるとね、とても良いです。水やりは土が乾いたら、持ってみて軽くなったらね、たっぷりとあげます。多肉植物の中では、割とお水好きだよね、クマパン。好きなね、植物です。なので乾燥気味にしないで、ほんの少しですよ、多めにねお水をあげてもね良いと思います。クマパンもね春にはね張り切ってお水すごくあげてるよね。あと空気のね湿度が高めの環境で葉のツヤが良くなりますが、無理に湿度だけをね上げちゃうとね、上げすぎちゃうと病気の原因にもなっちゃいます。湿度と風通しのねバランスがねとても重要です。湿度のバランスが心配な場合は、
時々霧吹きよくやってますよね。私たちもね、シュシュシュッと上げるだけでもね、かなり良いです。次、真夏、夏についてです。できるだけ気温の低い明るい日陰に置いています。日陰がない場合は 70% 程度のね、遮光ネットの下に置いて、夏のね、このすごい強いね、直射日光にね、短い時間でも当てると、鉢の温度がね、ぐぐぐっと急激に高くなりすぎて、もうそれでもしもね、乾燥してればまだマシなんですけれど、お水が中に入っていると根が煮えてしまうっていう恐ろしい状態になるので、あと葉焼けなどのダメージも受けてしまうので、特に置き場所にはね、注意が必要です。というか、私たちもね、用心深くいい場所を探しておいています。夏の時期には水やりは控えめにしますが、土が鉢底ね、まで完全に乾燥してしまうと根が傷んで調子をね、崩してね、しまうことがあります。鉢の重さや土の状態などをね、すごくよくね、観察して、乾燥気味だけど乾かしすぎないというね、微妙なラインで水やりをしています。水やりは気温の低い日の夕方のね、本当に涼しくなっていい風吹いてるなーという日をね、選んであげています。天気予報で翌日の天気を調べて、気温が低い日にあげるとね、もう安心です。そして秋、いい感じの季節だよね。春同様、直射日光が当たらない明るい日陰に置いて、水やりはね、土が乾いたらたっぷりとあげています。もうね、夏越えて秋まで来るとね、なんかほっとしちゃってね、今の私たちみたいな、こんなハロウィンなんか楽しみながら、なんかのんびりできる、それしてここからツヤが出るんじゃないかと思ってね、結構ね、秋楽しいですよね、ハオジチを育てて。私たちだけね、この浮かれてるで、次、冬です。東京ではベランダに置いて冬越しをすることもできます。外で冬越しする場合は、夏同様、乾かし気味だけど乾かしすぎない、これ微妙だな、今の日本語難しいよね、の状態を保って、引き続き直射日光が当たらない場所でね、育てています。ただしクマパンは冬に羽織地をね、お部屋の中でめでるのを楽しみにしているので、こっそりとね、一鉢こそこそとね、自分のね、こんな大きいの持てないくせに、お部屋のね、窓際にね、並べてね、楽しんでいるようです。本当にクマパンめでるの好きだね。クマパンのように部屋にハオルチアをね、取り込む人いませんか？大丈夫ですか？窓際までね、太陽の光がね、届く場所で、レースのカーテン越しで日がね、ちゃんと当たるような環境だったら、ベタで大丈夫ですけれど、本当にね、いくらお部屋の中で窓際といっても、ちょっと暗い窓際ありますよね。そういう場合はね、ちょっと注意してください。部屋の温度によっては成長がね、真冬といってもちょっとずつですよ、進みますので、土のね、状態をね、こうよくこうね、ここまでねこうもりもりになっちゃうと確認できないんですけど、こういうふうに隙間がある場合は確認しやすいので、よく観察して水やりをしてください。冬はね、空気がやっぱりね、乾燥しているので、葉もね、乾燥してツヤがなくなったらば、霧吹きをね、シュシュッとしてあげると、もう生き生きツヤツヤして、もう見てるのも楽しくて幸せな気持ちになります。クマパン園芸、ハオルチアの1年について、春、夏、秋、冬の育て方についてお話しさせていただきました。引き続き、今度はね、後編はね、こちらも見ていただけると分かりますけど、お普通さ、小株よく吹きますよね。それでもうパンパンな状態です。もう押しつぶされてしまったものや、あと、ただ単にね、
強欲コンビな私たちは増やしたいというね気持ちもありますので、株分けの仕方についてね後編はお話しさせていただきます。では前編はここまでです。この動画を気に入っていただけましたら、よかったよの合図にいいねをしてお知らせください。チャンネル登録をしていただけますと、後編が流れる時とかね通知を受け取っていち早く知ることができますって、喜んでくださる方がいらしたら私とても嬉しいです。ではまた後編でお会いいたしましょう。くまくまパン、またねー。さあくまパン後編、私たちの大好きな株分けするよ。くまパン演芸。